小渕恵三、小渕恵三、小渕恵三、1937年、昭和12年6月25日から2000年、平成12年5月14日は、日本の政治家。一回は、正二位。君党は大空2位。学位は、政治学修士、早稲田大学。衆議院、議員、12期、総理府総務長官、第29代、沖縄開発庁長官。 第10代、内閣官房長官、第49代、外務大臣、第126代、内閣総理大臣、第84代、自由民主党幹事長、自由民主党副総裁、自由民主党総裁、第18代などを歴任した。総理府総務長官、沖縄開発庁長官、内閣官房長官、自由民主党幹事長、外務大臣などを歴任。 竹下登の側近として、地方を築き、敵を作らない性格から、人柄のおぶちの異名を取った。1998年に自由民主党総裁、総理大臣に就任した。自由党、公明党と連立政権、自治連立、自治公連立を樹立し、巨大与党をバックに内外政にわたり多くの懸案を処理したが、2000年に病に倒れ、そのまま成居した。 1937年、昭和12年、群馬県東郡中野城町に、生死業を営む小渕康平、衆議院議員、群馬県トラック協会会長、小渕千代、高山社役員夫妻の次男として生まれる。戦時中に、北軽井沢に疎開していた、学習院大学の教授と婚意になり、返入を勧められた父の意向により、中野城町立、中野城中学校1年の時に、 学習院中等科に編入。以後は東京都北区王子に移住。学習院に編入したものの、周りは名家の子息ばかりだったことから、地方出身の小渕にとっては決して居心地の良い環境ではなかったらしく、クラスメートからはいじめの対象となり、群馬というあだ名をつけられていたという。このことから、中等科卒業後は外部の高校を目指すことを決め、 東京都立小石川高等学校進学を志すも断念。東京都立北高等学校、現東京都立アスカ高等学校に進学。東京外国語大学外国語学部モンゴル語学科を受験したが、不合格。二郎後、早稲田大学第一文学部英文学科に進学。父、公平が衆議院議員在職中に脳梗塞で亡くなると、 政治家になるためのスキル獲得のため、サークル活動に積極的に取り組んだ。郵弁会、富木隆合軌道、日本合気道協会の合気道部、小渕は合気道四段、詩吟サークルの稲銀会、書道会、観光学会、堤義吉明主催、アジア友の会、沖縄東京学生文化協会など、数多くのサークルに所属した。加えて、選挙対策として、 安ズ青年政治研究会会長、群馬早稲田会会長等を歴任した。公平の死後、1960年、昭和35年に、第29回衆議院議員総選挙が行われた。当時23歳で、まだ非選挙権がなかったため、地元では、元参議院議員で、群馬県知事、長野県知事を歴任した、井上義浦を出たが落選。結果的にこの時、 井上が議席を取れなかったことが、小渕の正解進出を導いた。1962年、昭和37年、早稲田大学を卒業、早稲田大学大学院政治学研究科に進学、在学中の1963年、昭和38年、海外視察旅行に出かけ、当時アメリカの市政権下にあった沖縄県を、川切りに、計8カ国を歴訪。 総大大学院在学中の1963年11月、第30回衆議院議員総選挙に、旧群馬3区、中選挙区制から自民党公認で出馬し、47,350票を獲得し初当選、4議席中3位当選。26歳という若さであった。同期には、橋本龍太郎、中川一郎、大井手春、田中六助、伊藤正義。 渡辺道夫などがいる。群馬三区は、福田武夫、中曽根康弘、日本社会党初期長に上り詰めた、山口鶴雄などの大物議員が隣立し、常州戦争とも呼ばれる激戦区で、小渕は自らを、ビルの谷間のラーメン屋、米素料大国の谷間に咲く、百合の花と例えていた。その後も、議席を維持した、連続十二回当選。1967年。 昭和42年、現在環境保護運動家として活動する、大野千鶴子と結婚した。ナコー野は、橋本富三郎が務めた。自民党内では佐藤派田中派竹下派小渕派と一貫して、保守本流を歩き、渡辺光三、小沢一郎、橋本龍太郎らと共に、いわゆる、竹下派七部業に劣勢られた。また、竹下登に一貫して指示し、 竹下直系として力を握った。九百七十年昭和四十五年一月二十日に、郵政政務次官第三次佐藤内閣に就任した。就任時、郵政省で政務次官をやるからには現場の職務を深く理解したいと考え、郵政外務職員に混じって自ら郵便配達を行い、当時の郵政省職員、郵便局局員を驚かせ、また、 指示を得ていった。こうしたパフォーマンスは2018年現在では珍しくないが当時としては異例で大いに話題を呼んだ。1972年昭和47年自民党総裁選で田中角栄と福田武雄が対決した核福戦争の際、同郷の福田ではなく同じ派閥の田中に投票した。そのため 福田首相を熱望していた群馬県民の怒りを買い、その年の暮れに行われた第33回衆議院議員総選挙で苦戦を強いられたが、全国最低得票で辛くも当選した。1972年7月12日に建設政務次官、第一次田中内閣に就任し、1973年昭和48年11月25日には、 総理府総務副長官、第二次、田中改造内閣に就任した。このように、小渕は3回も政務次官に就任しているが、政務次官就任は、当時の自民党の常識では、通常2回が限度とされており、非常に異例であると言える。1979年、昭和54年11月9日、総理府総務長官兼沖縄開発庁長官。 第二次太平内閣として初入閣。同期の中で国務大臣になったのは最も遅かった。この間、木曜クラブ常任委員会議長として、竹下登自由民主党総裁の実現に奔走。1987年、昭和62年11月6日に発足した竹下内閣で内閣官房長官に就任し、内閣総理大臣臨時代理を務めた。 官房副長官を務めた小沢一郎とのコンビは、竹下によって小、小コンビ、スモールコンビと呼ばれた。またおぶちは、竹下内閣には三人の官房長官がいる。かずとは本物の私。二人目は官房長官経験がある竹下昇総理。三人目は官房副長官の小沢一郎という言葉を残している。 官房長官時代の1989年1月7日に昭和天皇が崩御。言語変更にあたり、総理大臣官邸、現総理大臣皇帝での記者会見で、新しい言語は平成でありますと平成を公表した。新言語の発表は国民的な注目を集めていたこともあり、小渕は平成おじさんとして広く知られるようになった。小渕が 平成と書かれた色紙の収められた額を掲げるシーンは昭和から平成への時代変遷を象徴する映像、写真としてその後も多く利用されている。また、2019年の平成終了を控え、近年になって再び話題になっている。昭和天皇法御に伴い官房長官として体操の例などの重要課題を取り仕切った。しかし、官房長官に就任して、 すぐの閣僚名簿の発表時に、堀内敏夫環境庁長官の名前を呼び忘れるなど、発言の訂正が多く、訂正長官と揶揄されることもあった。1991年、平成3年4月、当時自民党幹事長だった小沢一郎が、東京都知事選挙に際し、NHK 論説主幹だった磯村久則を強引に担ぎ出したものの、 自民党トレンは小沢に反発し現職の鈴木、春一を押す分裂選挙を引き起こし、結局鈴木が干渉。小沢が隕石辞任したため自由民主党幹事長に就任。この時、金丸は小渕幹事長就任の経緯について、ファーストインプレッションだと語った。1992年、平成4年10月、竹下派、形成会会長の金丸信が、 東京佐川急便事件で議員辞職に追い込まれると、金丸の後継をめぐって、小沢一郎と半小沢派の対立が激化。小沢派が押す羽田勤とむと、半小沢派が押す小渕との間で、後継会長の座が争われた。激しい権力闘争の末、最後は、竹下の後ろ盾を得ていた小渕が、半ば強引に後継の派閥領収と決まった。しかし小沢、 羽田らは反発して改革フォーラム21、羽田、小沢派を旗上げし、形成会、小渕は分裂。1993年、平成5年、羽田らは自民党を離党して、新政党を結成した。その後、1994年、平成6年に自民党副総裁に就任したものの、党務に従事したため、重要閣僚のポストには無縁で渦漏れかけた。 1995年、平成7年、自由民主党群馬県支部連合会の会長選挙に、再し、衆院選での小選挙区の候補者選考をめぐって、小渕に不満を持っていた中曽根康弘が、小渕の県連会長属党に異議を唱え、それに同調した福田康らにより小渕は、自民党群馬県連会長の座を退任に追い込まれた。後任は、尾身公司元経済企画庁長,長官。 群馬県では、小渕の政治生命もこれで、終わりという声がもっぱらあった。1996年、平成8年1月、村山富一首相の辞任に伴い、小渕派の橋本龍太郎が、内閣総理大臣に就任。小渕派会長の小渕は政権への意欲を示したものの、野中広村の説得により、現実的判断をとって、橋本支援に転換。 橋本の対抗馬であった河野洋平と反りの合わなかった加藤浩一に党幹事長のポストを渡すなどの工作を行った。また、同年10月の第二次橋本内閣の発足にあたって小渕の衆議院議長就任の話が持ち上がる。小渕自身、一時は意欲を示したが、59歳で、いわゆる上がりポストである議長につけば、将来の首相の目がなくなると、 地元の支持者たちが猛反対し、側近のぬかが福士郎や青木美希を、綿貫多美助らや、秘書の古川と下からも反対であったため、就任を誇示した。小渕の名前が消えた後、議長には竹下に近い伊藤総一郎が就任した。1997年、平成9年9月、第二次橋本内閣改造内閣で、外務大臣に就任指標部隊に復帰。 対人時代全面禁止条約、オタワ条約を外務省の強い反対を押し切って締結した。この事業に関しては、性的の土井高子やカンナオからも高い評価を受けるなどし、外相としての評価を高めたことが、次期首相就任へとつながっていった。九百九十八年、平成十年七月三十日、第十八回参議院議員通常選挙での敗北の、 責任を取って辞任した、橋本の後継首相になる。しかし、橋本と同派閥の小渕の登板に当初は、各方面から批判を浴び、低支持率からのスタートとなった、首相としての活動は別期。低空飛行の支持率からスタートした政権だが、自由党、公明党との連立などで、政権基盤は安定し、長期政権も視野に入っていた。しかし2000年、 平成12年4月2日に脳梗塞を発症した。実は、この前日、連立与党を組んでいた自由党との連立が決裂しており、4月2日午後、政権運営がより困難になったと思われるこの緊急時について記者から質問されると、小渕はしばし答弁できず、無言状態から言葉を出すのに10秒前後の不自然な間が生じていた。これは、 一過性脳虚血発作という一過性の脳梗塞の症状と考えられてを、梗塞から回復した時に言葉を出すことができたとされる。もともとおぶには心臓病の持病があり、それに加えて首相の激務が脳梗塞を引き起こしたと考えられている。通常執務終了後、総理大臣皇帝に戻っても、おびただしい数の書類、書籍、新聞の切り抜きに目を通し、 徹夜で、ビデオの録画を見るのが普通で、一般国民にまで書ける、数々のっち本をはじめ、休日返上で様々な場所に露出するスタイルや、外省時代から引き続いて、外遊を多くこなしたことも健康悪化に拍車をかけた。介護保険施行日の4月1日におぶちと介護施設で、開かれたセレモニーに出席した、厚生大臣の庭ゆうに、最近、言葉が出てこないことがあるんだよと言ったという。 小ぶは、意識が半然としないまま、当日夜、順天堂大学医学部付属順天堂委員に、緊急入院したとされる。そして、執務不能のため内閣官房長官の青木美希夫を、首相臨時代理に指名したとされる。しかし、青木の首相臨時代理就任に関しては、脳梗塞で、すでに意識を完全に失っていたかもしれない、小ぶ本人に、 果たして指名を行うことができたのかと、野党、マスメディアに疑惑として追求された。疑惑の長本人であり、小渕首相の臨時代理でもある、青木自身が、脳死ではないのかとの記者からの異議申し立てを却下したため、また、担当医師たちが曖昧な説明ないし指名は、不可能だった、思わせる説明しかしなかったため疑惑は残り、公認の森喜朗総裁誕生の舞台裏と合わせて、 5人組による密室談合政治と批判される原因となった。4月5日、小渕首相が昏睡状態の中、青木首相臨時代理は小渕内閣の総辞職を決定した。内閣総理大臣の在職中の病気を理由とした、退任は1980年、昭和55年6月に急成した大平正義以来20年ぶりことであった。 その後も、おぶちの昏睡状態は続き、意識を回復することのないまま、倒れてから約1ヶ月半を経た同年5月14日午後4時7分に死去。62歳だった。なおくしくも父と同じ病気で倒れ同じ病院で亡くなっている。日葬は5月16日に東京都青山葬儀所にて行われた。開名は、めぐみはしら因伝特性神宝大孤児。 5月15日、その前日、死亡当日の日付で大勲域課題受賞が送られた。5月30日、衆議院本会議で村山富一元首相が追悼演説を行った。衆院での首相経験者への追悼演説は野党第一党党首が行うのが通例であり、本来なら民主党代表の鳩山幸男の予定であった。しかし、 遺族側がこれを拒否し、例外的に首相経験者で野党社会民主党衆院議員、全党首の村山による追悼演説となった。これは当時、鳩山幸夫が小渕の NTT ドコモ株疑惑を強烈に追求していたためである。野中広文は後日国会で小渕への哀悼の意を表明した鳩山を前首相の死亡の一員が あなたにあったことを考えると、あまりにも白々しい発言と通列に批判した。遺族は、鳩山幸男に、強烈な悪感情を抱いていたという。6月8日、日本武道館において、内閣、自民党合同葬が取り行われ、それに合わせた、弔問外交も行われた。2ヶ月後の、第42回衆議院議員総選挙には、次女の大渕優子が後継として、 群馬県大獄区から出馬した。この選挙は小渕前首相のトブライ合戦であるかのような様相を呈し、祐子は、辞典の山口鶴を、元日本社会党書記長、元総務長長官に十三万票以上の大差をつけて当選した。以後祐子は連続当選し、2018年現在、七期目の現職である。また、この年には、師匠の竹下登。 総裁選で対決した、梶山清六も、相次いで死去した。2006年、平成18年5月、7回期を前に、小渕元首相を忍ぶ会が開催され、森吉郎、橋本龍太郎、青木美希を小寺博之らが参加した。1998年の参議院選挙で、自民党が、追加公認を含め45議席と大敗すると、橋本内閣は、 総辞職に追い込まれ、現職外相の小渕が自民党総裁選に出馬した。当初、橋本からの政権前上が期待されたが、前官房長官、梶山清六と、現職交渉の小泉純一郎が総裁選に出馬し激しい選挙戦を展開。金融機関の不良債権処理を急ぐ梶山、持論の優勢民営化を柱とする行政改革を主張する小泉に対し、小渕は、 財政支出による景気対策を主張した。参考補について、田中牧子からは、軍人、変人、凡人などと評された。総裁選では、亀井静香や平沼武雄らが、同派閥の小泉ではなく、梶山に票を流して、反応部地票が分散し、後に、亀井らは、聖和会を離脱、梶山と小泉を破り党総裁に就任した。7月30日、 国会で主犯指名を受け、第84代内閣総理大臣に就任。しかし、与野党が逆転している参議院では、民主党代表のカンナオトが主犯指名され、日本国憲法第67条の衆議院の優越規定により辛く、オブチが指名されるなど、当初の政権基盤は不安定だった。加えて、参院選で大敗した前首相と、 同派閥のオブチは新鮮味が薄く、マスコミからも批判を浴びた。新聞紙上には、無視された国民の声などという見出しが並び、就任早々から、一刻も早く退治をと書き立てた新聞もあった。ニューヨークタイムズには、冷めた、ピザほどの魅力しかないと、姿された、後に、記者団にピザを配ったことがある。総理大臣当時、目指すべき、 国家像として、不国得を打ち出す。この概念は、静岡県知事に就任した石川義信により引き継がれ、石川知事時代の静岡県のスローガンの一つに掲げられた。同年10月、金融国会において、金融再生法案は、野党、民主党案丸のみを余儀なくされ、10月16日には、参議院で防衛庁調達実施本部配任事件をめぐって、 ぬかが福祉老防衛庁長,長官に対する問責決議が可決され、ぬかがは辞任に追い込まれた。この時から当時の参議院議長の斉藤十郎と政治手法をめぐって火花を散らしていた。しかし、その一方で政権基盤の安定を模索し、野党の公明党、自由党に接近、11月に公明党が強力に主張した地域振興権導入を受け入れ、 自由党党首の小沢一郎とは、連立政権の協議開始で合意し、1999年、平成11年1月、自由党との自治公連立政権が発足。このことで、政権基盤が安定し、周辺自体法、日米ガイドライン、憲法調査会設置、国旗、国家法、通信防止法、住民高度付加法、 国民創世番号制などの重要法案を次々に成立させた。このような政治手腕に対して、中曽根康弘元総理は、文芸春秋視において、真空総理と評した。第26回主要国首脳会議、沖縄サミットと、西暦2000年、平成12年ミレニアムをきっかけとして、1999年、平成11年に、小渕の発案で、 2000円紙幣の発行を決断した。同年9月、自民党総裁選でユックの一角、加藤光一元幹事長と山崎拓元政調会長を破り総裁に再任。10月に公明党が正式に与党参加。続く内閣改造、党三役人事では、幹事長、森吉郎を留任させ、総務会長には加藤派が推挙した小里貞俊氏を拒否。 政調会長、池田幸彦を総務会長に起用し、加藤のライバルで、総裁経験者の河野洋平を外省に起用した。また山崎派が推挙した、安岡沖春の入閣も拒否し、深谷あたを通産省に起用した。これは総裁選後の報復人事と囁かれた。この時の人事では、早稲田大学郵便会 OB から玉沢徳一郎。 農林水産大臣、青木幹夫官房長官を起用。また地元の群馬県から福田赳雄の娘婿の落ち、道を金融再生委員長、森派、中曽根康弘の息子、中曽根博文文部大臣、江藤、亀井派、山本富雄の息子、山本和田外務政務次官、森派といった常習戦争の関係者を起用した。同年12月には情報化、高齢化、 環境対策などを柱にしたミレニアムプロジェクト、新しい1 0年期プロジェクトを取りまとめている。このうち、情報化政策については、後の森政権の時に、さらに発展させて、いいジャパン構想として打ち出されることとなった。2000年、平成12年2月、自由党の要求を受け衆院の比例代表区定数を20削減する。 定数削減法を強行採決で成立させた。3月には教育改革国民会議の開催を始めた。同年4月1日、自由党との交渉が決裂し、連立離脱を通告されるが、翌日に脳梗塞で緊急入院。4月4日に正式に内閣総辞職した。在職616日、いわゆる五人組によって後継に森吉郎が選出され、 森内閣に引き継がれた。小渕内閣の特徴として、全体の方針を策定するだけで、各省庁の個別の案件は、国務大臣自らの裁量に任せるというのが、小渕内閣であった。日本一の借金をと自重したように、赤字国債発行による公共事業を推し進めた、町本人としても批判された。ただ、在任中は、 日本銀行のゼロ金利政策やアメリカの後継期、何より積極財政の成果により、経済は比較的好調で IT バブルが発生した。日経平均株価も2万円台にまで回復させた。合計約42兆円の経済対策の内訳は、公共事業が約4割を占めているが、減税や金融対策などにも挙げられた。また公明党の発案で、 地域経済の活性化と称し、地域振興権を国民に配布したが、これは、ばらまき政策の極致と告評された。また、労働者派遣法を改正した、結果、特殊分野だけかつ高級取りだった、派遣社員の派遣業種は大幅に拡大し、後に派遣社員の賃金が低下した。周辺事態法、通信防止法、国旗、国家法など、 長年の懸案を一気に片付け、金融不安に終止符を打ち、人気後半は経済も堅調に推移していた。外交では日米関係を順調に発展させる一方、韓国の近代中大統領との間で歴史問題の区切りと未来志向の日韓関係で合意、東南アジア関係も進化した。 このほか国旗及び国家に関する法律と交換条件で成立したという説もある男女共同三角社会基本法もその後の日本社会に与えた影響は大きいと言われている。1999年7月の法中時に中華人民共和国における植林緑化女性基金の設立を中国側に提案。同年11月には日中民間緑化協力委員会を設立。 その資金として、日本政府から100億円規模の予算を読んどころした。また、中華人民共和国における、生き学兵器助成処理の実績から、日本国内では、新中派としても知られた。他方で、中華人民共和国の江沢民の謝罪要求や、北朝鮮の不審宣問題に対して、節度を、ほながらも、一定の強い対応を示した。こうして、港南を織り混ぜながらも、 外交でも多くの成果を上げた。また沖縄に強い思いを寄せた最後のリーダーとも言われ、手厚い沖縄振興策やサミット開催の決断も、業績に数えられる。以上のような小渕の政権運営は、近年、再評価もされている一方で、労働者派遣法の改正によって、派遣業種が拡大し、男性を中心に、正規雇用が減少した上、 女性の非正規労働者の数が増加したことについては、新自由主義批判の文脈から問題視されることも多い。また保守派からは、総科学会を支持母体に持つ公明党と初めて連立政権を組んだことに、捨ての批判も存在する。小渕氏は冷めたピザほどの魅力しかない。内閣総理大臣になったとしても、自分自身では決断ができず、党長老の 単なる9月にしか過ぎないだろうと日本政治が専門の三井海上基礎研究所のジョン・ニューファーが述べ、それがニューヨークタイムズ紙に掲載され、冷めたピザが日本で流行語となった。橋本政権から引き継いだ課題の一つである中央省庁再編を積極的に推進した。中央省庁再編に伴い新設された総務省、財務省、文部科学省、 厚生労働省、経済産業省、国土交通省の名称を決定したのは、小渕である。当時郵政省、現、総務省が所管するアマチュア無線に造形が深く、自らも熱心なアマチュア無線技師、コールサイン、G チキットであり、国会議員で構成する国会アマチュア無線クラブの会も務めていた。 1986年、昭和61年8月13日、日本初アマチュアエセージャス -1 の打ち上げに大きく貢献。また、アマチュアエセージャス -1B アマチュアエセージャス -2 の打ち上げにも貢献した。サミットを無難にこなすためなら、開催地は東京でも大阪、京都でもよかった。むしろ、東京から遠く離れ、今なお生活。 産業基盤の整備が遅れている沖縄は避けるべきだという意見も当然あったはずです。ところが君は毅然としてサミットの開催地を国書の沖縄に決断したのであります。思えばこの沖縄サミットに君の政治家としての誠実さが象徴的に現れています。君は学生時代から何度も沖縄に足を運び、 本土防衛のために23万人が犠牲となり、戦後はアメリカの死政権のもとに本土から切り離され、苦しい中で本土復帰を訴えた姿を目の当たりにして、沖縄への思いを心に刻みつけたと聞いています。核心が日米安保反対、沖縄の本土復帰を訴えて、大規模なデモを組織した1960年前後、君は保守の側で沖縄文化協会を作り、 沖縄問題への取り組みを始めていたのであります。サミット開催にあたって、無難を大事にするなら、若い頃からの思いに目をつぶることでした。だが、安きに着くため信念を曖昧にし沖縄の人々の痛みを無視することは、君には到底できない相談でした。だから、困難を承知で、あえて沖縄サミットに踏み切ったのです。その熱い思いが、 沖縄の人々をどれほど勇気づけているかは立場こそ違え、長年沖縄問題に取り組んできた私には痛いほどわかります。7月21日から23日にかけて沖縄を訪れる先進国の首脳たちは亜熱帯の美しい海、高い空、濃い緑、それに豊かな文化と人々の優しい人情に目を見張ることでしょう。多くのマスコミが沖縄を 全世界に報道することで、工業国の印象が強い日本が、実は多様な歴史と文化を持った国であることを、改めて認識し直すに違いありません。そして、あの美しい沖縄で荒烈な戦いがあった歴史に、思いを馳せるとき、世界の平和に重要な責任を有している、先進国の首脳たちは、平和のたっとさを改めて心に刻むはずです。君は、 早稲田大学郵弁会に属していたが、決して多弁ではなかった。でも、朴突な語りは、人々の心に染み込む独特な説得力があった。もしも君が沖縄サミットを主催していたら、ホスト国の首相にもかかわらず、かなり控えめに沖縄を語ったことでありましょう。だが、君ならそれで十分だった。君の眼集を帯びた語りは、何者にも増して説得力を持ち、 君は存在そのものが雄弁だった。そんな君の姿を見ながら、多くの国民は、沖縄の痛みを、改めて自分の痛みと感じたに違いない。今となっては叶わぬ夢となってしまいましたが、沖縄に集まる首脳たちの輪の真ん中に、どうしても君にいて欲しかった。この沖縄サミットだけは、君の手で完結させて欲しかった。それが、悔やんでも悔やみきれない思いとなって、 私の心に大きな引っかかりとなっているのです。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。